昨日、これまで慎重な姿勢を貫いていた浜田知事がついに決断しました。これ以上の感染拡大を少しでも抑えていかなければいけない、何としても抑えていかなければいけない状況になっております。こうした状況を踏まえまして、取り得る措置は全て取っていくという観点に立ちまして、まん延防止等重点措置の適用について国との協議を始めることといたしました。今日、県はまん延防止の適用を正式に国に要請しました。適用対象は県内全域で、今週末から3週間程度となる見込みです。適用が決まれば、飲食店などには午後8時までの営業時間短縮と酒類の提供停止を要請、応じた店には協力金を支給する予定です。ただし、高知県安心会食推進の店認証店の場合は午後9時までの営業と午後8時まで酒類の提供が可能です。現在、認証店は2375店舗あります。